んだけど、よかったみんな来てくれて。こんばんは。お、見えてますかね。一回切れた。あ、そうなのね。こんばんは。あの、今こちらに画面があるんですけど、こっちにちょっとあのコメント読む用のあのね、ありますので、ちょっと結構こっちを見てコメント読むことが多くなります。よろしくお願いします。はい、じゃあいつもの挨拶したいと思います。ふむ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 、私はここにいるので、あーる、ありがとうございます。皆さんにたくさんのラースマイルをお届けします。新潟県出身、中学3年生15歳のベルちゃんことイサベラです。よろしくお願いします。あーる、ありがとうございます。すごい、はい、ちょっと今こうやって今正座中なんですけども、ちょっとね、今から書道をしていきたいなと思っております。これからリバイバル公演で、そうだよね、あの6時からリバイバル公演なので、ちょっと6時までにはちょっと終わりたいなと思っています。はい、ちょっと早速ですけど、ちょっと、ま、なんでこんな状況かと言いますと、こちらは門松でございまして、あのね、これはどのくらいしたのか、1000円くらいで買いました。すごくない？1000円くらいでこれを買えて、ちょっとなんか最初はこれいらないなと思ったんだけど、なんか配信で書道するときにこれを置いてたら面白いなってことで、ちょっとこれをね買ってみました。恐竜が正座するのシュールね。確かになんか服も迷って、本当はなんかもうあのおしゃべり会の巫女さんの服がもうあってですね、だけどちょっとやめようかなと思って、それはね、オンラインおしゃべり会に来てくださる人のお楽しみということで、ちょっと今日は恐竜にしてみました。ちょっとあれですね、あのあれをテロップ書きたいと思います。ちょっとすいません皆さん。よしごめんね、ちょっと近く来ちゃった。テロップ書かせて。書道してます。 OK。 今日はよろしくお願いします。結構暗いよね。なんかどうにかして暗くないようにさせたいんだけど、どうすればいいんだろう。ちょっと待ってね。で、よいしょ。明るい、いや、明るいかな、どうだろう。ちょっと明るくなったかな。あ、とりあえずね、ちょっとゆっくり。何枚くらい書こうかまだ決まってないんですけど、書きたいと思います。それでは、今から行きたいと思います。ルアンの書道、レッツゴーイエーイ。はい、ちょっとこの服汚さないように頑張ります。まあだけど一応まあルームウェアみたいな感じなんで、ちょっと足崩させてください。ちょっとまだ書道じゃない。まずちょっと筆から入ります。なんかこれ、うわあ、超うわあ、なんかすいません、投げてないです。なんかね、これ小学生の時に使ったあの書道セットなんですけど、なんか。ママ氏がね、あのさっきあの筆を見たら筆がカチコチだったらしいので、ちょっと筆をね洗ってくれました。やった。それでね、ちょっと全然見えないんだけど、ここによく見たらなんかイソベルはなんか彫ってあって、そう彫ってあるんですよ。ちょっとこれまた面白いなって思います。ちょっと後で近くで見せますね。で、迷ってる。これ、このぶっとい筆を使うか、このなんか細い筆を使うか、まあこれはね、名前用の筆なんですけど、どうしよう。なんか不安しか、なんでなんで不安なんですか。そう、お高い筆だ。そうだよね、なんかだってここに1200円って書いてあるもん。ちょっとまあどの筆にしようか迷うんですけど、どうしようかな。ちょっとじゃあお高い筆で挑戦してみたいと思います。いや、あのね、でも書道って何年ぶりだろうね。言うて中1とかの時に1回やったかもしれない。あとね、私これよくわかんない、未だによくわからないんだけど、これなんだろうって思って、なんかなんとか風って書いてあってさ、なんか黒いやつするのかな。
からない。とりあえず墨汁入れますね。イソベルは書くのむずいな。そうなの、それ墨だよ、水で釣る。あ、墨なんだこれ。墨、墨汁どのくらい入れればいいかわかんない。ちょっと汚さないように頑張りますね。コメント今見てます、すいません。結構こっち向く時が多いです。皆さんコメントありがとう、なんかありがとうございます。ちょっとお高いの出て、まずね何書こうかなと思って全然決めてないんですよ。とりあえずなんかちょっと書きたいのがあって、なんかこれを一年中なんかさ見て、あ今日も頑張ろうって思えるような習字にしたくて、ちょっと書きたいと思います。ちょっとまず一発目なんでね、ちょっとわからないですけど、ちょっと頑張りたいと思います。いやーやばい結構シュールな配信でごめんなさい。だけど結構なんか学校帰ってきてからすぐ準備したので結構頑張りました、準備は。じゃあ書きたいと思います。どうやるんだっけ、忘れた。ど見えるかな、みんなに。ちょっと待って、コメント見えない。ちょっと待ってね、いやーちょっと配分ミスった、絶対ミスった。あーできた。え待って、初めてっていうか最初にしたらちょっとうまいかもしれない。でけえ門松やな。そうなの、でけえっしょえ上手じゃないこれ。はい、1枚目できました。じゃじゃん。ちょっとぜひスクショしていただけたらなと思います。1枚目、努力、イエイ、ありがとうございます。すごいね努力。じゃこれはなんか初心を忘れずというか、そういう意味で、まあ、いつ見ても頑張ろうと思える感じだと思うので、ちょっとこれを書かせていただきました。それでね、この書いたやつはここにね、あの見えないんですけど新聞紙があるのでちょっとそこにね置いていきたいと思います。よいしょ。いやいや、めっちゃみんなありがとうじゃん。なんだっけ、わかるよ、なんだっけ忘れちゃったけど、何円何円何円ってありがとうございます。よっしゃ、どんどん行くぞどんどん行きます。なんかさ、これまたさ、これも小学校の時に使ってた、半紙っていうのかな、紙なので100枚入りなんですけど、これごとね、書道バッグに入れてて、もうこれ折ってさ、だからさ、めっちゃふにゃふにゃしてる。やだ、やよいしょ。ね、セリっていうのか、セリ始まったね。うん。2枚目いきまーす。2枚あった、ごめんなさいよいしょ。こんにちは。書きにくいでしょ。いやそんなことないよ。次どうしようかな。なんかもしこれ募集することじゃないと思うんですけど、書いてほしいものあったら教えてくださいよいしょ。次どうしよっかな。じ
じゃあちょっと四字熟語に挑戦してみようと思います。あ、C 書いて、あ、C 書こうかな。ちょっと C を書きたいと思います。まあ、なんかもうじゃんじゃん書きますね。もう今日50枚くらい書こうかな。C 書きます。せーの、ガタガタした。ちょっとすみません、これは申し訳ない。は、私の心の乱れがちょっと私の心の乱れがちょっとなんか習字に出ちゃったみたい。おもろくない、ちょっと面白いけど、まあできました、イエーイ、ありがとうございます。ちょっとこれはあの私のあだ名があのルアシっていう、自分でルアシとかよく言ってるので、そのシをね取ってシと書きました。はい、じゃあ2枚目はシでした。ちょっと虹データリカ裏で書きます。欲しい。全然いくらでもあげたいんだが、だがしかし。ちょっとね、次何かこう、何がいい。だんだん星座が痛くなってくるね。秘書、あ、いいね。え、じゃあとりあえずちょっとあの私が書きたいやつ書いていいですか。赤尾もいいね。あ、いろいろいいね。今日の夕食、あ、今日の夕食わかんない。なんかでも今私が今ここに配信してることによって、の家族がね、わざわざの 家から出てくれて外出してくれてるんですよ今。 Now で家族今外出 Now で、でなんか家族でなんかラーメン行ったらしいんですけど、どう思いますか皆さん。私が配信してる途中にラーメン行ってるんですけど、ちなみにどこに行ってるかは知らないです。いいよね本当に。私も行きたかったなけど、ちょっとずっと週次配信をしたかったからね。だけどさ、今晩はラーメンです。本当にね、なんかラーメン最近私行けてないからさ、ちょっと行きたいなとか思ってるんだけど行けてない。軌道の道ってこれ合ってる。ちょっと分からないか、ごめんね。あのもし習字とか習ってる方いたらごめんなさい。あの書くスピード早いですよね、分かってます。めっちゃ喜怒哀楽ないってなんだっけ。あ、それか。書道小学校の時習ってた。本当に？わかる。なんか私もね、習ってみたかった。あって何？変なんかやらかしてるわ。やべ、二度書きします。ダメだ。あ、途中までよかったのに。あ、ごめんなさい、ミスっちゃった。え、ごめん、待って、途中まで気づかなかった。ちょっと、とりあえずスクショお願いします。ありがとう。やばい、おこだった。そうじゃん、喜ぶ、怒る、何これ、愛する、楽しむ、すいません。ちょっともう一回リベンジさせてください。ごめん、やばい、ミスった。こんなつもりじゃなかった。
あ、じゃあある意味喜怒哀楽でいいですか。ちょっと書き直すのじゃなくて、あ、悲しいなんだ。え、どうしよう、ちょっと、喜ぶ、努力する、悲しい、楽しむ、これでいいかな。みんな、みんな許してくれる？許してくれ。ちょっと次々書いてっていいですか。ごめんなさい、間違えといて、間違えといて次々いっちゃってごめんなさい。間違えた瞬間めっちゃ適当に書いちゃったんだけどさ、これ悪いところだよね、今の。スクショし損なっちゃった。オッケー、もう一回やるね、ごめんね、一回スクショします。ごめん、あと、あの、そんなにコメント読み取れてない時があるかもしれない。じゃあスクショお願いします。はい、チーズ、ありがとうございます。よいしょ、よし、次何がいいかな。赤尾とかさっきリクエストいただいたから赤尾でもいいよね。すごい、ずっとしてみたかったから嬉しいです。やばいやばい、待って、汚れてる、汚れてる、汚れてる、ダメダメダメ。汚れちゃってる。あれれれれ、ルアでもいい、あ、ルアでもいいね。ルアと赤を描きますね、じゃあ。よいしょ、描かせていただきます。これはさすがに自分の感じだからちょっと頑張りたいですね。いいよ、いいよ、いいよ、待って、緊張してきた、勝手に緊張してきた。R でも、 R もいいね、なんかいろいろ書くものあったね。お、いいじゃない。え、ルめっちゃ上手くない。え、めっちゃ上手くないですか。やった、よし、書道中です。ちょっとここにね、自己紹介書いてみたんだけど、みんな見える？もしかして見えないとかある？ちょっと配置に迷ってさ、本当は門松のところにさ、この自己紹介を書こうかと思ったけどやめたんだ。あ、やばい、最後にやらかした。伸びちゃった、もういっか。はい、できました、自分の感じです。じゃじゃん、あ、やばいやばいやばい、あら、やらかしたわ。ルア、ありがとうございます。やばい、待って待って待って、大丈夫か、大丈夫か、よかったよかった。ちょっとここに炭がついちゃったくらいで無事でした、よかった。よいしょ、貼りたい、貼りたい、置きたいと思います。ちなみにルアの漢字の意味は、あの、 ルアのルが瑠璃色のルで、ルアのあの紅が紅って色で、赤と青っていう意味になってます。ちょっと癖のある字だね。あ、よく言われます。あのですね、私、あの、目いっぱい書いちゃう人なんですよ、習字。ちょっと、ちなみに、あれ、ちなみにちょっと皆さん聞いてくださいよ、後ろに私尻尾あるんです。シャン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 。あ、待って、こっちの電気消してくる、ちょっと待って、
ません靴下なくて寒くないの全然。なんかね、さっきね、あの配信ギリギリまでここにね、あのね、なんていうんだこれ、ダイソン、ダイソンのあの暖房つけてたので大丈夫です。次何書こうかな、どうしよう。みんなリクエスト、リクエストありますかダイソンってお高いの？そうなんだ、初めて知った。圧お願いします。 OK、 じゃあルアツでいいですか。ダイソンじゃん、ダイソン、あ、違う、ダイソンか、ダイソンはダイソーだな、ごめんなさい。ルアツって書きますね。ちなみにルアツっていうのは皆さんにあの私が圧を送るんですよ。でルア、なんか圧でルアとあの一緒に合わせてルアツっていうのしてます。そう、ちょっと何でもかんでもルアに関連させたがる、させたがっててごめんなさいルアツぜひ覚えてくださると嬉しいです。え、もうあっという間22分なの、早くない？待って、あっという間に22分、ちょっとバン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 書きますね。ぜひリクエストお願いします。いろいろ書かせてください。ご視聴者さんも2000人、違う、1200人ありがとうございます。しょうがない、しょうがない。はい、見てください、私の作品ルアツ。じゃあ目も圧かきますね。ありがとうございます。すごい。こんにちは皆さん、こんにちは。今書道中です。今ルアツを書きましたやばい、ちょっとあのね、紙置くスペースがちょっとないので、ちょっと待っててください。みんなちょっと待ってね。なんか喋りたいこと、何喋るかな。あ、これ一枚しかないんだ、マジか。マジか、マジか、マジか。マジマジか。よいしょ。これとか乾いてるかな。乾いてる上に乗っけようかな。どうしよう、迷う。乾いてそうなの重ねますごめんなさい。よいしょ、今戻ってきました。ベルボー、あ、ベルボーね、いいね。ちょっとベルボー書きます。あ、ね、どっちがいいですか、ベルボーっていう文字か、あのキャラクターを描いてほしいか、どっちがいいですか、皆さんのリクエスト。乾いてなさそう。いや大丈夫、乾いてます。ちょっとあのね、色が薄くなってるってことは多分乾いてるってことだから大丈夫。ベルボーのキャラクターか、ベルボーっていう字か、どっちがいい。てい、ありがとうございます。キャラクターがいいですか。じゃあキャラクター描きますね書道で文字書いたことないの初めてかもしれない。頑張ります。これは普通にあの、これはね、あのうまさとか なくて芸術ですよ。このベルボーは。テイボーは嫌です。やばい、どんな何か書きまーす。皆さん書き順をね、ちょっと。書き順をちょっと皆さんに見ていただきたい。今日ちなみにあの学校で授業暇な時ベルボーを書いてました。いいんじゃないの、なんかうまいの何なんかうまいの何
学校でベル棒入らすの、いや、ベル棒の話は一切してないですね、学校では。でもなんか、まずベル棒自体はちょっとあの学校のお友達にね、ちょっとなんか案をいただいたというか、あ、ちょっとなんかやべ、ミスった。よいしょ。芸術だ。私があの個人で保管させていただきますこれとか乾いてるかな、ちょっと乾いてそうなやつのところにベルボを乗っけたいと思います。あ、かわいい、ベルボったらかわいいな。くしゃみでしょ。ごめんなさい、ここ結構広くて広くて響くんですよ、とても声が声が響きます。え、皆さん手ありがとうございます。あ、ほら、ありがとうございます。嬉しい。え、次何書こうかな、ちょっとあのリクエストください。あ、外が暗くなってきた。でもなんか最近はなんかあれだよね、なんか昼間の時間が長くなってきてるらしいですよね。なんて言うんだっけ、そういう日って、秋分、春分、あれなんだっけ、なんか理科で習ったんだよな、夏至、夏至だっけ、あれ冬至か、冬至、冬至だっけ、夏至、夏至だっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかそういうのありますよね。お疲れ様です、ありがとうございます。なんか昼間がちょっと長くなってきたというか、ルアのサイン、あ、ルアのサインいいね、ちょっとルアのサイン書きます。あ、 DD もいいね、ちょっと次横バージョンで書いてみようと思います。すいません、本当はこういう書きあの書き方を本来しないかもしれないんですけど、ちょっと書かせてください。え、どうしよう、何かルアのサイン書きますね誰得っていうね、ちょっと書いてみたい。いやー、擦れてる擦れてる、墨もなくなってきました。ダメ、終了ちょっと髪止まったので終了させていただきます。ごめんなさい、ごめんなさい、ソーリーソーリー、これはダメです。途中まで良かったけどちょっとダメでした。ごめんね、なんか無理だった、ちょっとアンコールはごめんなさい、本当にできない。 DD ならいきます、2画だもん、2個、2画しか書かない。
福袋のサイン入り生写真来てよ。ありがとう。いや、こちらこそ。なんかね、ごめんね、なんか先輩方の生写真のさ、サイン入りを見るとさ、あの結構あのしゃ、あのサイン大きく書いてて、私結構ちっちゃかったかもしれないんですけど、さっき結構みんなちっちゃくて、そう、私もちっちゃく書いちゃってごめんなさい。次もしそういう機会があったらでかくサイン書きますね。足裏にもなんか書いてほしい。ここ？ここに書くってこと？やだよ。ちょっとあれです。抵抗ありますね、ここに書くのは。初見の方たくさん嬉しい。こんにちは。こんばんはか。イサベルワです。もしよかったら、あの書道やってるんですけど、今アイドル NGT48 の3期研究生のアイドルです。もしよかったらフォローよろしくお願いします。ごめんね、そんな顔わからないね。ちょっと近づいてみるか。よいしょ、ちょっと休憩します。いて、ずっと書いてても面白くない。よいしょ、あれ暗いよね、あっちにいると。こんばんは。ラスカワイスキーありがとう。なんかさ、今日さ、起きたらここ切れててさ、ちょっとびっくりしちゃった。顔に落書きやだ。絶対やだ。よいしょ、うまく画面に映らないんですけど。よいしょ、こんにちは。映らないな。どうやったら顔面に映りますあ、画面映りますか。映った。切れてるんですか。切れてないです。ロアザルスかわいい。確かにロアザルスかもしれない。これ結構ドラえもんって言われること多いんですけど、恐竜なんです。実は尻尾ついてるし。謝らなくてはならないことからのメールの返信書きます。何全然だよ。ありがとうね。でもメールの返信待ってます。発信終わったからでいいから顔に落書きして。え、伝統なんですかそれって。 NGT のそれならやるんですけど、ドラえもんすごい可愛いんだが。やったー、イエイ。書道シリーズ定期、え、本当に意外と書道好評だった。ルアシザウルスね、そうかもしれない。イエイ。可愛いってありがとう。もしよかったらフォローよろしくお願いします。額に肉って書いて、いや、もっちゃんやないかいそれ。18歳になった時は楽しみね。どうなってるんだろう18歳になったら。先輩やってましたか。じゃあもしあれですね、配信でやるよりかはちょっとメールでね、ちょっと特別感あるのでメールでちょっとの顔に落書きしてみたをやってみようかな。サイン袋の、サイン福袋のやつ、ワイのだけ上に書いてあるのか。あ、いろんなところに書いたんだよ。右下だったり左下だったり。そう、カワタピありがとう、かわいい、嬉しい。美人さんになったら本当にやった。テロップで おでこに2個お願いします。それもっちゃんじゃん絶対。かわいいってありがとう。じゃあそろそろ書道に戻りますね。肉って書いて、なんでそんな。みんな顔に書くのを期待してますか。いいのかな、こういうの書いて。え、なんかさ、ここにハートとか書くのじゃダメ。あざといのはダメですか。伝統ではないですか、 NGT さんの。ちょっと角度上げちゃえ。初見さん今日本当多いね。ねえ、そう、今日すごい多いね、嬉しい。え、配信でしよっかな、どうしよっかな、迷う。ハートとかだったら可愛くなるんだけど、可愛い求めちゃダメ。可愛いのだとダメかな。
ハートの中に肉、なんで私なんかすごい肉好きさ。そんなお肉めっちゃ好きじゃない。あざといやつは食べ物じゃないとあかんで、知らんけど。初見です、初見の方ありがとうございます。今何時なの、あ、36分、あとちょっとですね。じゃああと3枚くらい書いて終わろうかな。帰宅した家族が驚くね、多分あれ配信見てると思う今。結構ママずっと見てるので、ルオの配信多分ラーメン食べながら見てるんじゃないかな。ルアザウルスの生写真買っといてよかったな。そうですね、これでもね、生写真以前販売しました。せめて変顔って書いて変顔して見せるぐらいでお願いします。 OK、 じゃ変顔してみようかな。ね、どっちがどっちから書けば変顔になる、こっち、私だとさ内カメだから反転しにするじゃん。どっちが変顔なんだろう。変顔、変顔どっち。こっからか、こっちからですか、こっちから変顔。こっち、こっち書いてみようかな。ちょっと書いてみよう。せっかくなのでちょっと面白い系も入れたいですね。皆さん貴重ですよ、私の変顔。え、これどうやって書くの。顔には書かないでください、ね、待ってどっち。今日塾かな、あ、塾やめました。え、書くのダメ、え、書いてって言ったじゃん。え、書かん、書いちゃダメ。じゃあ書かないでおきます。よいしょ。あ、書くなら猫ひげで、本当に猫ひげがいいですか。猫ひげなら書いた方がいい。みんな悪ノリなんだ、ごめんね、そういうノリ私ついていけないかもしれない今後。文字だったの俺だけだった。本当に期待してたの。半紙に書いて横で変顔するの意味、あ、そういうことね。オッケー、じゃあ今から変顔っていうのを半紙に書いて変顔したいと思います。そのままよいしょ、こんな感じで OK か、あ、ちょっとダメだ、よいしょ、 OK、 ちょっと下半紙見える、あ、OK、 見えますね。それではちょっとあの定位置に戻りたいと思います。よいしょ、見えますか皆さん。え？定位置。定位置。確かに定位置だ。じゃあ変顔って書いて横で変顔しますね。皆さんリクエストありがとうございます。え、やばい、墨汁足りない。ちょっと墨汁追加します。渡り鳥たちに空は見えない、飛んでるのはどこなのか、今からせいに、もう学校でも口ずさんでるんですよ、やばくないですか、聞きすぎだよって感じですよね。ちょっと渡り鳥たちに空は見えない、皆さんたくさん聞いてください、ぜひね。 CD も今受付中なので、急に宣伝ごめんなさい、受付中なのでよろしくお願いします。かなり本格的で期待以上の書道、え、本当に、え、みんなもっとしょぼい、しょぼいと思ってた書道って、メールでね、あの宣伝したんですよ、何時から書道しますって。そんな期待しなかった、もしかして。ちょっと変顔書いてみますね。書道が特技なんですか、いや、そんなことはないです。あの普通にあのなんだろうね、新年
新年、まあ、もう新年じゃないかもしれない、もう1月入ってから結構経ってるんですけど、書き初めをしたいなと思いまして、ご期待以上らしいありがとうございます。よし、おしゃべり会追加したくなってきた。え、嬉しい。ぜひね、今 CD で CD のおしゃべり会受付中なので、もしよかったら来てくださると嬉しいです。私に会いに来て、ぜひ。ちょっとでも気になったらぜひ来てください。変は書きました、ごめんね、ゆっくり書いちゃって。特技が書道なわけじゃないんだけど、書道習ってたわけでもないし、だけど私はもともとこの、なんだろうね、でかく書く癖があるので、この目いっぱい書くみたいな、そういう癖があるので、それを、そういう癖がの私の、なんだろう、書道に向いてるというかそう、勝手にそう思ってます。よし、変顔描けました。待って、上手くない？え、じゃあ変顔描いたので、皆さんちょっと今から変顔するので、スクショお願いします。じゃあ、せーの、ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 センサーやっちゃう。やった。じゃあちょっとね、だん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 髪も乾いてきたということで、ラストスパートに入りたいと思います。スケベも書道がいいですか？え、ちょっと見てみたいね。スケベ書道はちょっと初めて見るかもしれない。今まで結構ペンとかが多かったから、ちょっと見てみたい気持ちはありますね。こんにちは、受付中書いたら、あー確かに変顔ナイス。ありがとうございます。私の特技結構変顔っていうのが多くて、皆さんも多分変顔のイメージ強いと思います。ベルちゃんの変顔最高って、ありがとうございます。そう、人笑いしていただけたら嬉しいです。え、じゃあ何書こうかな。オンラインおしゃべり会受付中って書くので、皆さんもしよかったらツイッター拡散よろしくお願いします。ね、ちょっとがっつり宣伝入れちゃいます。オンラいんね、地味にちょっと字上手くなってきたかもしれない。これから私字書くの書道にしよっかな。オンラインおしゃべり会最後受付中って書きますね。すいません、自画自賛しててすいません、ごめんなさい、こういう性格なんです。目いっぱい吹けた人尊敬してます、ありがとう。はい、見てください、オンラインおしゃべり会受付中です。もしよかったらよろしくお願いします。拡散もしてくださると嬉しいです。ありがとうございます。ごめんね、多分顔暗いよね、フードかぶってるせいで、ごめんなさい。よいしょ。
てないんですけど買い忘れてありがとうございます今のところ1枚しかあのですね失敗したのないですね、まあ、失敗したのちゃあるんですけど思いっきりよくておするありがとうありがとうございますこれはいい宣伝やったロシシカありがとうございますこんにちはタコにしてタコにする面白そうじゃあちょっと皆さんへのね感謝を書きたいと思いますん後ろにしないとかな次わかんないいつもありがとうあ、やべありがとうやばい、ちょっと失敗したかもしれない書道習ってたの？うん、まったくありがとうちょっとミスったんですけど皆さんに向けて愛を書きました私のねファンネームっていうのがあのワールドミンベルワールドミンって言ってあの、まあ、この地球のどこかにあるところなんですけどベルワールドっていうのはそのねのワールドミンの方に向けて書きましたワールドミンいつもありがとう大好きですよろしくお願いしますありがとうございますいつも皆さんがいてくださるから私は生きていますありがとうって大好きだよ一人残らず大好きです私はてるちゃん大好き俺も大好きポッポ焼きって言うちゃどういうことっすちょっと合ってますね俺も大好きほっぽ焼き不真面目なワールドミンでごめんねって私楽しみになってくれるとなお喜びます私のことを気になってくれると嬉しいですよしじゃあ最後一個書きたいと思いますリクエストありますか皆さん皆さんリクエストありますか最後なんですけど迷っててテイがいいかな今50分あと10分だからさ配信終わるまで赤点ってやめてくださいよ一応受験生ならちょっと赤点って言葉聞きたくないJK としてねいいねトカチって書いてある書いてないよ合格、あ、そうです、合格いいねあ、やばい、いろいろ書きたいものがある定期的にさ、この書道配信したいですねで意外となんか皆さん、好評で嬉しい、ありがとうございます星の音、うんいいね、星の音もいい私も星の音大好きなんですよ合格にする昇格、あ、昇格いいね
まあもう私受験まであとちょっとでもうこのくらいなんですよ、このくらいこのくらいなのでちょっと合格書きたいと思います。あのリクエストしてくださった方ありがとうございます。ちょっと受験生で今中学3年生なので合格書かせていただきます。ちょっとあれですね、ちょ私口癖ちょっとかもしれない数日後に皆さんに向けていい笑顔で合格しましたっていうのを伝えたいので書きたいと思います。健康第一、あ健康第一もいいねいいね、いろいろいいな。書きます。最後の習字です。やばい、墨ない、墨ない、墨ない。漢字間違えないでね、ね、私緊張すると間違えるので書く書くよいしょ。絶対合格するぞー、やーイエーイ、ありがとうございます。リクエストしてくださった皆さんありがとうございます。はい、合格やったもう皆さんから合格いただきました当日はこのね、あの書道の文字を見てあの受験頑張っていきたいと思います。皆さんありがとうございます。じゃあそろそろ終わりですね、あと7分。ちょっとゆっくりコメント読もうかな。よいしょ、はあ、足がしびれましたよし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 、頑張ってね、メルちゃんありがとうございます。そろそろお時間ですね。そうですね、今54分。頑張ってねーって、ありがとう。じゃあちょっと一個一個紹介していきたいと思います。素早くいきます。はい、ベルボー。はい、次。次。よしよし。ああ、やばいやばいやばい。ロスロスロス。時間ロス。はい、おー、オンラインしゃべり会受付中。あ、しおれた。はい、次。はい、ワールドミン、いつもありがとう、大好きはい、次。あ、次合格しますか。合格見せますね。次、合格です。頑張ります。受験生頑張るぞルアツ、はい、ありがとうございます。ルアツ皆さんに送りますね。じゃあ次がルア、自分の名前です、ね、ちょっと急ぎでやりますね。はい、次努力、これ一番最初に書いたやつです。極苦のスクショも無理ね、頑張ります。努力をします、頑張ります。じゃあ次死ですね。私ルアシってあだ名なので、ありがとうございます。喜怒哀楽あるよ。次、喜怒哀楽。喜怒哀楽はちょっとあの怒るだったですけど、ちょっと間違えちゃってあでもある意味喜怒哀楽なので、うん、うん、ありがとうございます。ちょっとオチがこれで、すみません、たまたまです、たまたまこれがオチでした。
変顔いきたいと思います。3、2、1、ありがとうございます。変顔でした。ロアといえば変顔っていう印象がついてくれると嬉しいな。はい、こんな感じでした。私の習字配信スクショ全部撮れた。お、ありがとう。じゃあそれではね、スクショタイムを、普通にルアのスクショタイムをしたいと思います。はい、チーズ。ごめんね、いっぱいカメラホールダーいっぱいにさせちゃうかもしれない。カダマツ。はい、チーズ。あ、後ろ下がっちゃう。これだ。イエーイ、チーズ。ありがとうございます。楽しかった。嬉しい、こちらこそめっちゃ楽しかった。じゃあそれでは男女の方は面接させていただきたいと思います。13位、電気ビリビリし、ありがとうございます。ビリビリして大丈夫なのかな。12位、しばいし、ありがとうございます。香港からありがとうね。11位、小型の大型し、ありがとうございます。いつも来てくれてありがとう。10位、かなりいいし、ありがとうございます。最初から最後まで来てくれてありがとうございました。9位、こがんまんし、ありがとうございます。いつもお仕事お疲れ様です。8位、あんでゅうし、ありがとうございます。柱柱ですね、あんでゅうしといえば。7位、音速のきこしし、ありがとうございます。毎回ししで笑っちゃいます。しし。6位、ばいけんし、ありがとうございます。いつも思うんだけど文字かわいいですね。5位、ラーマし、ありがとうございます。前のね、声もありがとうございました。4位、古川し、ありがとうございました。メール待ってますね、メールの返信。3位、に南川ともじいし、ありがとうございました。私を一押しにしてくれると嬉しいな。ぜひチャチュンをしてください。2位、マスオシ、ありがとうございます。アバターがね、私の初めてのアバターですごい嬉しかったです、ありがとうございます。1位、ピーメガネシ、ありがとうございました。メガネ。パープルメガネ、ありがとうございます。こんな立派な門松が自宅に添えられるなんて、磯部家は名家っていうの、名家なんだね。ありがとうございます。皆さんフォローもね、ギフトもたくさんありがとうございました。ちょっと今度またやってみようかな、初動配信。普通になんか1月だから10日じゃなくて初動配信してみようと思います。すげえ楽しかった、嬉しい。あ、皆さん本当にたくさんギフトありがとうございました。磯部家万歳、ありがとう。それでは終わりたいと思います。バイバーイ、ありがとうございました。イエーイ。